J リーグ2013年の J リーグこの項目では2013年シーズンの日本プロサッカーリーグについて述べる2012年12月18日大会方式の概要について発表された今シーズンから J リーグクラブライセンス制度の本格運用がスタートし前年の審査に基づいてクラブライセンスを取得した J1J2K40 チームによるリーグ戦が行われる このシーズンでは若手選手の出場機会を増やすため23歳以下の選手がディビジョン1からディビジョン2といった具合に下のカテゴリーに属するクラブへ移籍する場合に限って移籍の期間制限を一期限定で撤廃する試みを行うことが前年10月31日に決められたこの年はシーズン中2993年5月15日の J リーグ開幕から満20年を迎えたことから、前年同様、様々な特別企画が行われてた。最終更新は2013年12月7日の試合終了時出展、J リーグデータサイト順位の決定基準、1、勝ち点2、得失点差3、得点数、1大93回転脳杯、全日本サッカー選手権大会優勝クラブにも、 AFC チャンピオンズリーグ2014参加資格が与えられるが、同大会優勝クラブが J1 リーグ戦上位に入った場合は、リーグ戦時点のクラブに参加資格が与えられる。最終更新は2013年11月24日の試合終了時出展。J リーグデータサイト順位の決定基準。1、勝ち点2、得失点差3、得点数。 1J1 ライセンスを保有するクラブのみ、J1 自動昇格、プレイオフ参加か。22014年度から、J2 の株リーグとして、J3 リーグが設立され、J2 からの自動降格チーム及び、入れ替え戦に敗北したチームは JFL に降格ではなく、J3 に降格することになる。準決勝京都産が FCV ビファーレン長崎、レギュレーションにより、 年間順位上位の京都ン賀が決勝進出。徳島ボルティス VJF ユナイテッド千葉レギュレーションにより、年間順位上位の徳島ボルティスが決勝進出。決勝準決勝を共に引き分けて決勝に駒を進めた3位の京都と4位の徳島との対戦となった。試合立ち上がりからボールキープ率を高めて、徳島ゴールに迫る京都と、後方でコンパクトな守備陣形を敷いて、 そこから一気にカウンターを狙う徳島という試合展開になった。京都は何度かゴール前に迫りながらも徳島がこれをしのぐ時間帯が過ぎたが前半39分にコーナーキックのポールを DF、千代丹田ダ・が頭で合わせ徳島が待望の選手権を得る。さらにその4分後には徳島 MF、藤原幸太郎が前線に送ったロングボールを FW、 高崎博之が頭でつなぐと、それが、京都 DF 陣の間を駆け抜けた FW、津田智博に通り、津田が DF を振り切りながら、足を伸ばすと、これが、京都 GK を、寸分の脇をかすめてゴール。徳島が、前半のうちに2点を上げて、有利な試合展開とした。昇格のためには2点が必要となった京都は繰り返し、猛攻を続けるが、 徳島 DFG が粘り強い守備を見せ最後までゴールを終わらせず、そのまま試合終了。これにより、徳島ボルティスの J1 昇格が決定。京都は2年連続で年間順位3位としながらも昇格プレイオフで涙を飲んだ。なお、試合会場の国立霞ヶ丘陸上競技場は、国立競技場への建て替えのために、 翌2014年夏から順次取り壊しされることが決まっており、この会場で行われる決勝戦は今回が最後となる。京都産が FCV 徳島ボルティス JFL2 位の鎌田アレサヌキがクラブライセンスを取得したことから J2 再開のガイナーレトットリとの入れ替え戦が行われた。鎌田アレサヌキ V ガイナーレトットリガイナーレ。 鳥取 V 釜玉レサさぬき2 0 0 5合計スコアが1の2となり、釜玉レサさぬきの J に昇格、ガイナーレ鳥取の J3 参入が決定した。J リーグアウォーズは2013年12月10日に横浜アリーナで開催された。2014年度の J リーグクラブライセンス申請のうち、J2 ライセンス以上については、正会員40クラブ、 準加盟の JFL3 クラブの43クラブから申請があり、以下の通り43クラブすべてにライセンスが交付され、交付を却下されたクラブはなかった。また2014年度から新設される J3 リーグ参加の条件となる J3 ライセンスについては2013年9月までに準加盟を承認された16クラブを対象に審査が行われ、13クラブに ライセンスが交付された。クラブ名の後ろに、がついたクラブは新たに、当該ライセンスを交付されたクラブ。なお、J1、J2 ライセンスを取得したクラブのうち、B 等級、特にスタジアムの屋根やトイレの数を充足していない、30クラブに対してはフィブへの文書提出を求める、制裁処分を課した。また、経営改善を促す目的でフィブから、是正通知を12クラブに、 個別通知を5クラブに行った。このうち、是正通知とされた12クラブは、債務超過、または3期連続赤字経営のいずれかの条件に、当てはまる。ありがとうございます。